今回は世界最年少プロの藤田初段の碁を見ていきたいと思います。黒番が渡辺幸樹四段、白番が藤田初段ですね。新人王戦の予選で藤田初段の公式戦デビュー戦ですね。かかっていきましたね。かかってコスミですね。これ冷静ですね。最近かかりにはね、受ける手も多いですよね。でここで右辺挟みまして、白すぐにね右辺に入ってきましたね。で黒挟み、これ一本利かしと見て下辺に今度入ってきましたね。でここから下辺から戦い始まりましたね。まあこういうところは事前に研究できる場所なんで、まあどちらがより多く研究してるかですよね。でこれツケがね厳しい手でしたね。でこれ下から受けましたね。下から受けたんですけど、切りがね手筋でしたね。でこれ白こちらから反発したんですが、これ取る手も冷静なんですけどね、これ黒手筋がありまして、取った時にここ切りから持ってくるんですよね。切りから持ってきてこういう風に当ててくっていうね手筋があるんで、これ黒が成形することができますよね。だから取ってむしろあんまりいい形にはならないので、これあんまりこっちから受ける手ってあんまり実は見かけない手なんですよね。まあ戦う手が多いですかね。ぶつかる手の方が多いですかね。部分的には受けてもいい形にならないので、もう最強に反撃しちゃおうっていう手ですよね。まあ隅の白強いんで、まあこれ白互角以上に戦うことができますよね。まあこれで急所に切りが入りますんで、黒弱いし2つできるので、これはこっちに伸びてね、これ白も戦えますよね。こういう進行が一番多いかなと思いますね。もう実戦の進行はあまり見かけない進行になりましたね。こちらから打ったんですけど、やはりここからね突き抜いていくのが黒非常にいい形なんですね。これはここの白の桂馬の形を黒が突き抜いた形になりますんで、これ早くも黒がポイント取ったかなと思いますね。ちょっといきなり白が形はあまり良くないですね。まあこれ黒全然弱いしって感じじゃなくなりましたからね。で当てた手がいい手で、これ黒手厚いですよね。打ち方が隙がないですね。でここで跳ねたんですけど、切りが厳しかったですね。跳ねがあまり良くなかったですね。これはっきり良くなかったですね。これはやっぱりちょっとやっぱ白の方が弱い場所なんで、もう黒が強い石なんですよね結構。まあ冷静に受けてるぐらいでしたね。部分的にこんなもんでしたね。こう打ってればまだ全然序盤なんで、まだ長期戦でしたね。まだ布石の30手時点ですけど、まあ、こう打ってれば全然まだチャンスはいくらでもあるんですよね。まあこの30手目時点なんですけど、切られてもちょっと相当黒が打ちやすいというか、白相当苦しい形勢かなと思いますね。ちょっと切られてここからね動き出されて、白が相当弱いですよね。この大石がピンチですよね。で取って、
で、結構これ2線をね、打ってるんで、結構白が生きてもあんまり良くないっていう形なんですよね。助かっても良くないと。こういう手打たないといけないのが辛いですよね。ここの黒石よりも自分の白石の方が弱いですよっていう手なんですよね。これなんとか繋がらせてくださいと、助けてくださいっていう手ですよね。この2線で飛んだ手っていうのは。だから相当部分的に白が苦しい形というのがわかるかなと思いますね。で、黒は強いので、どんどん上から強気に行けるわけですね。まあ、やはりデビュー戦ということでね、白もね、緊張がね、たのかな、相当な緊張があったのかなと思いますね。で、これ隅黒に打たれまして、隅白地だったところが黒地になってしまいましたよね。これは白が地ですごい損してしまいまして、で、ここら辺も白全然一線とかで渡ってる、二線とか一線で渡ってる場所なので字が全然ついてないですよね。まあなので結構黒が得してますね。で、こちらに打って、まあここでこう仕掛けてきましたね。で、こちらにコウ材打ちまして、で、ここ黒はね、冷静に受けましたね。で、取って、まあ、黒をね、こっち取って十分ですからね、全然不満はないので。で、白もう一手入れますからね。で、これで黒が味よく、隅白地だった場所が味よく黒地に、まあ、黒の確定地になりまして、まあ、これで、しかも黒が先手取れますんで、黒不満ないかなと思いますね。で、もう一手かけましたね。これ非常に味のいい手でしたね。もうこういうところはしっかりここをね、この石をしっかり、まあ地としても大きいですからね。しっかり打っといて、まあ地としても大きいですし、まだここに打つことによって黒が強くなって白が弱くなりますからね。やっぱこの黒の方相当強いですね。優勢になってからも手厚い手を打ってね、もうチャンスすら与えないですね。逆転するのが非常に難しい碁形ですね。確定地は黒の方が圧倒的に多いですし、まあ、手厚さ、厚みの時点、まあ、真ん中のね、勢力圏争いでも黒の方が圧倒的に勝ってますから、真ん中は黒石多いですよね。白石全然ないですよね。だこれ黒理想的な碁形ですね。で、着実に手厚くて大きい手を黒は打ってますし、黒に弱い石が一つもないんですよね。こういう打ち方非常に勉強になりますよね。常に黒が主導権取ってますよね。隅利かして開きがいい手ですね。で、ここ隅もね、手厚くていい手ですね。これ白石、ここの白石なかなかちょっともう逃げれないですね。逃げるとここの白石も弱くなっちゃいますからね。で、打ち込んだんですけど、まあ、冷静にこすんで、まあこういうこの手も何とか渡らせて、連絡させてくださいっていう手ですよね。こういう、まあ白今相当形勢苦しいんですけど、まあこういう手だとやっぱ逆転するのは難しいかなと思いますね。まあこれは自分の方が弱いですっていう、そういう、手なので。やっぱここ、逆転する可能性をわずかでも上げるためには、こういうふうに、戦っていかないとやっぱ逆転するのは、チャンスすら結構作るの難しいのかなと思いますね。これだとまだ、本当に可能性は少ないですけど、まだ事件が起こるね、可能性はありますからね。
わずかに。これだとやっぱり、なんとか渡らせてくださいっていう手なのでね、難しいですよね、逆転は。まあこれも、冷静に。これ黒をね、地で得しても十分ですよね。まあ白つながることはできましたけど、地は損してますからね。地はここが黒地になったんで、黒がすごい、まあすごいってわけではないですけど、黒は地得してる、得しながら連絡できましたからね。まあこれはもう、この97手目の時点でもう弱い石一つもないですし、確定地も圧倒的に多いので、黒地はここから減りませんので、もう黒が負けようがない碁形になったかなと思いますね。で、白は地も全然少ないですし、自分の石の方が弱いので、こういうね、あんまり地がつかない、あんまり地にならない、守るような手を打たないといけないんですね。で、こういうとこ黒もね、優勢になってからね、こう、手厚いですよね。やっぱこうチャンス与えないですよね。こういうコスミとか手厚い手を冷静に打ってるのでね。相当黒の方が強いですね。で、この後は、まあ、もう紛れようがないという碁形ですよね。こう割り込みもね、厳しかったですね。ちょっとここわずかな隙間、こういうところも見逃さないですよね。少しでも、白の形を、隙ができたら、もう追求していくって感じですよね。で、もうお腹いっぱいですよね。白、この石まだまだ全然弱いですし、この石は。先に相当な、この3子をね、切断して相当な地を得してますから、攻めながら得してますよね。で、こうなってまあもうちょっと白が勝負手打つ場所がないんですよね。寄せの手とかをね打ってますけどね、もう勝負、まあこれも寄せの手で打ったんですけど効かないですからね。まだここを飛ぶような手とか黒残ってますからね。で、ここに打たれて、まあ大きい場所打たれましたよね。まあ、なかなか勝負って打つ、まあ黒弱い石がないので勝負って打つ場所がないんですよね。で、飛びましたけど、コスまれて、ここの真ん中のね、白もちょっと弱いですからね。まあちょっともう、逆転は難しいと見て、ここで白が投了して、黒の中押し勝ちとなりました。まあ、やはり、ちょっとやっぱ緊張がね、あったのかなと思いますね。ネット上ではもっとね、伸び伸び打ってて、まあ、かなり強いなっていう印象だったので、やっぱりこの、まずは1勝することができればね、やっぱ本来のね、力発揮できるのかなと思いますね。やっぱり成功体験ができると自信がつきますからね。というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。